今は、エントリーナンバー1番の方から、自己紹介して自己 PR にお願いします。小学6年生12歳、レイです。特技は、3つあって全部やりたいんですけど、1個目はランダムダンスで、2個目は尻文字で、3個目は、ポージング、ランウェイ側のポージングをしたいと思います。では、やっていきます。次はランウェイからポージングをします。小学6年生12歳のノホです。私の特技であるダンスをお見せしたいと思います。経験の少ない私ですが、このオーディションで絶対に勝ち抜いてキングダム TV の新メンバーになってみせます。中学1年生13歳です。私は小学3年生の頃からダンスを習っていて、今は K-POP ダンスのコピーダンスをすることが大好きです。ちょっとしか練習時間がなかったのですが、 NiziU さんの新曲を練習してきたので見てください。6年生の11歳です。最近まつげに爪楊枝が乗るということを発見したので、爪楊枝と歌を歌いたいと思います。それでは爪楊枝から始めたいと思います。すいませんありがとうございました。次に歌を歌いたいと思います。だからもう会えないや、ごめんね、別の人の彼氏に。ありがとうございました。13歳のゆかです。私の特技は歌なんですけど、ちょっと緊張してあんまり声が出ないかもしれないんですけど、聞いてください。大好きすぎてうまく言えないけど、君がいるそれだけでいい。 I feel you are my happiness。歌詞を間違えてしまったんですけど、よろしくお願いします。小学校6年生のトマトです。特技がたくさんあるんですが、その中でも一番私が得意なモノマネをしていきたいなと思います。あと2個あるんですけど、1つ目がショップ店員さんのモノマネをやっていきたいと思います。いらっしゃいませ。当店今回は 50% オフです。ありがとうございます。で、2個目が東京ディズニーシーのパワーオブテラーの出身アナウンサーのものをお願いします。皆さんこんにちは。ニューヨーク市保存協会が主催するパワーオブテラーのツアーにようこそ。ここホテルハイタウンにある貴重なコレクションをすべてホテルの調律や大砲で男性家のハリソン・ハイタワー3世が集めたものです。ピンクラテに向かったら自分もなってみたいっていう気持ちになれるように楽しませていきたいなと思ってます。中学1年生13歳のひなのです。今日は独学のウクレレを持ってくることができなかったので、ここその場でできる口笛を披露したいと思います。ディズニーのオープニングソングのミッキーが船を漕いでいる時に吹いている口笛を今から披露したいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。中学1年生12歳のひなのです。私が好きなことはダンスを踊ることと歌うことなので、少しですがちょっとサビの部分だけちょっと歌いたいと思います。世界中の誰よりもあなたの隣に会いたい、一言で言うと好きです。ありがとうございました。よろしくお願いします。中学1年生13歳のアリです。私の特技は韓国が好きなので韓国語を喋ることです。少しですが聞いていただけると嬉しいです。こんにちは、チョンヌミリームニダマンナスパンゴボヨパンナヤ。ありがとうございます。マリア、中学1年生13歳です。私は運動も苦手で歌も苦手なので、これといった特技はないのですが、これならという
特技を今からします。それは声真似です。以上です。中学1年生12歳の若菜です。私の特技はトランペットとか物作りなんですけど、重くて持ってこれなかったので好きなことである歌を披露したいと思います。風が身に感じて空を眺めたい、あなたに花届けたい。私はアリエッティが好きなのでアリエッティグソングを歌いました。ありがとうございます。レイナです。中学1年生13歳です。私の時特技はダンスなのですが、ただダンスをするだけじゃちょっと面白くないなと思ったので、このグミを使ってダンスを踊り切るまでに食べきれるかということをしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。中学1年生13歳ミレイです。私の特技は歌うことと演技をすることと作詞をすることです。そして今回は私の特技の歌を披露したいと思います。今会いたいあなたに伝えたいことがたくさんあるね。会いたい。ありがとうございました。以上です。ゆきです。私の特技はギターです。今から菅田将暉さんのさよならエレジーを弾きます。ありがとうございました。ゆずきです。私の特技はイラストを描くことなので、今からピンクラテのチリちゃんを描きます。できました。まだ新しい柄なので下手っていうのもあるんですけど頑張りました。ありがとうございます。また小学4年生に実際です。今日は私が好きなお菓子を紹介します。ヨーコヨーグルトです。これは当たるともう一個と交換できます。シナモンのグレープです。こういった素敵に誰が酸っぱいのか当てて遊んでます。はい、どうぞ。ジュリアです。小学6年生11歳です。私は好きなことを3つ紹介したいと思います。1つ目は私の推しについてです。3年生くらいから東方プロジェクトというゲームなんですけど、このチグノちゃんが大好きで密かにずっと推しています。2つ目は私が飼っているハリネズミです。この子なんですけど、このモナカちゃんって言うんですけど、家族にはモンとかモナオって呼ばれています。とっても可愛いです。3つ目は食べることです。私は小学3年生ぐらいの時から食べることが大好きになって、給食委員長もやっているし、給食もみんな以上に食べています。一番最高で学校のこれくらいのコッペパンあるじゃないですか、それを6本食べました。これで終わります。ありがとうございました。